2018年6月17日18時27分かなり明るい色合いになったワンダーウーマンの衣装、ガルガドットツイッターのスクリーンショット、大ヒット映画、ワンダーウーマンの続編、ワンダーウーマン1984、現代、ワンダーウーマン1984で主演を務めるガルガドットが16日、ワンダーウーマンの衣装に身を包んだ自身のビジュアルをツイッターで公開した。彼はこの日、彼女が帰ってきた、というコメントを添えて、ワンダーウーマンことダイアナのコスチューム姿を公開。基本的なデザインは前作と変わっていないが、本作の舞台は、タイトルの通り1984年になると、されており、華やかな時代を反映したかのように、カラーはより明るく鮮やかになっている。彼女の髪型も、よりカールのかかったスタイルになっている。第一次世界大戦最中の1910年代を描いた前作で、は、ギャルが着こなす当時のファッションも話題に、スーツを着た彼女のアクションももちろんだが、続編では、ど、な80年代スタイルを見せてくれるのかにも期待したい。また、フィルムでは、金色に輝くビジュアルの背景について、米ワシントン DC に、ある、ザ・ウォーター・ゲート・ホテルのウィスキーバーではないかと予想している。真実だとしたら、ワンダーウーマンはアメリカの首都でどんな、事態に巻き込まれることになるのか、気になるところだ。パティ・ジェンキンス監督が引き続きメガホンを取る続編には、前作でクリス・パイン、演じた戦闘機パイロットのスティーブ・トレバーも登場することが判明している。さらに、ゴーストバスターズのクリステ・ウィグが悪役チーターとして出演。現在も撮影中で、全米公開は2019年11月1日を予定している。編集部、入倉光一。関連情報、ガルガドットツイッター、英語、動画、前作、ワンダーウーマン、予告編、ガルガドット、ロック様と、ワイスピ、以来の共演。ハー、レイクイーン映画は R 指定にマーゴット・ロビーが語る、スーサイドスクワット、ジョーカー単独映画の制作決定。DC エンターテインメント社長が退任新たな会社を設立。